はい、皆さんどうもこんにちは、ワッフーです。今日はニジイロクワガタの生息地から考える最適飼育法について考えていきます。いつも見ていただいてありがとうございます。はい、でですね、まあニジイロクワガタについてやっていくんですけども、まあニジイロクワガタといえばね、まあ、イメージとしてはね、まあ、人気者とか、あとまあ色が綺麗とかね、飼育している方わかると思うんですが、結構ね丈夫なんですよね、小柄な割には。はい、っていうのと飼育者もね、多いんじゃないかなということで、はい。でまあこの飼育しやすいっていうこともこの人気の理由の一つですね。でですね、色がね結構最近はね、こうブリーダーさんがこう組み合わせて好みの色っていうのをね作り出してきているので、様々なね色が出てきてますね。今これは一応パープルで、頭部がグリーンですね。はい、で奥にいるのが、ま、ブラックというかね、ブラウン系ですね。若干色が違うのがね分かるんじゃないかなと思います。こうやってみるとあんま変わんないかなまあでも若干左の方がちょっと頭部が緑がかってて紫感が強いですよね。この色によってもね楽しめるっていうのがこのニジイロクワガタの魅力になります。はい、でですね、まあ、今回この紹介する生息地から考える最適飼育法についてなんですが、まあ、結構ね僕はこのニジイロクワガタに関する動画を上げてきたんですが、まあ、今回はその飼育温度についてフォーカスしてお話ししていきたいと思います。はい、でですね、まあ、まずこのニジイロクワガタはどこにね生息しているのかについてなんですが、オセアニア、オーストラリアの北部の、まあ、クイーンズ州ってとこがね、あの主な、産地になります。ニューギニア南部にも生息はしているんですよね。はい、でね、オーストラリアの北部ってどの辺かっていうと、この辺りになりますね。結構広い範囲かなと思うんですが、このニジイロクワガタの主なね産地であったケアンズっていう場所があるんですが、まあ、そこはねちょっと先端部分なんですよね、ここら辺です。はい、でそのオーストラリアの北部にですね、ニューギニア島っていうのがあって、そこにもね南部ですが生息しているみたいです。でこんな綺麗なねクワガタがね生息しているって考えるだけでワクワクしますよね。まあ、僕もねちょっと一回見てみたいなとは思うんですよね、生で。でこのニジイロクワガタはね50ミリ中盤ぐらいなんですが、で現在ね飼育下で大きくなっている個体では、まあ、68ミリとか67ミリぐらいのね個体がいるんですね。実際僕も昆虫ショップでね、その、まあ、67とかだったかなっていう個体を見たことあるんですが、やっぱり迫力がね違ったなーって感じしますね。あれは1センチ大きいんで、体の太さとかもね違くて、なんか別の種類のように感じましたね。で個人的なニジイロクワガタの好きな部分っていうと、この顎の形状と頭のピカピカ具合ですね。これはピカールではないんですが、若干ちょっとピカール目ですね。そう、ピカールっていうのはこの頭部の部分がですね、通常はこれもちょっとピカってるように見えるんですが、つや消し状態なんですね、通常は。なんですがピカールっていうのはこうより光沢が強くてツルツルしている、そういう遺伝を持った個体ですね。ちょっと前まではねかなり高かったんですが、最近はちょっとこなれた値段になっている印象があります。でこのニジイロクワガタの大体の値段なんですが、まあ、大きさによってはね、まあ、2万円超えちゃったりとかっていうのもいるんですが、大体のイメージとして、まあ、4000円から6000円ぐらいの間で買えるクワガタかなというイメージはありますね。でね、最近はねこうニジイロクワガタワイルドとして輸入されることはまあなくて、今現在市場に出回っているニジイロクワガタの成虫とか幼虫っていうのは、このブリーダーさんがね、産卵させて
それを孵化させて羽化させたものになります。なのでね、結構ね、市販品とかで幼虫 CB 表記とかで類大 CBF なんとかっていう風に書いてない、類大数が書いてないものも多いと思うので、結構ね、もう類大は進んできてるんじゃないかなと思っています。まあ、でもね、こう飼育数が多いので、まあ、そこまで市場的に見てね、血の濃さっていうのはそこまでまあ進行はしすぎていないのかなと。なのでまあもうちょっとね、このニジロクワガタっていうのは途絶えず、飼育っていうのを楽しめるんじゃないかなと考えています。でですね、まあこのニジロクワガタが入荷された当初ですね、なんか確かね、成虫ワイルドで50万円とかっていう話を聞いたこともあるんですよね、確か。はい。なんでまあ結構高額だった虫ですよね。まあこの綺麗さから見てね、納得なんですけど、まあね、やっぱ50万円って言うとね、なかなか手が出ないもんですが、まあ、マニアの方がね、そこから増やしていったということで、今に至るっていう感じですね。はい。で、先ほどもね、紹介したように、オセアニアのオーストラリア北部のクイーンズランド州、ニューギニア南部で、まあ、生息しているというわけなんですが、ニューギニアのこの原名亜種の生息地はこの国立公園に指定されていて、もうね、採集はできないんですよね。はい。でですね、オーストラリアの北部のね、クイーンズランド州の、まあ、よく取れる主な産地としてケアンズっていう場所があるんですが、まあ、もうね、ここ何年も全然ニジロクワガタワイルドは輸入されてないとは思うんですが、そのケアンズっていうところで昔取れていたみたいですね。で、今回はそのケアンズの気温をですね、1年間の気温をちょっと調べてみましたので、その気温をね、ちょっと紹介してみます。はい。でですね、まあ、このケアンズの気温、平均最高気温ですね、は、まあ、1月から12月が、ま、最も高い平均気温で、これ32度でしたね。はい。で、逆に、最も低い気温、平均最低気温ですね、は、まあ、6、7、8月ですね。まあ、南半球なんで、この日本とはね、違う真逆の季節になっています。で、6、7、8月で、まあ、最低気温が16度ということですね。ということなので、気温差としては1年間の気温差ですね。最低が16度。で、それ以上最高になると32度ということになりますね。はい。ニジロクワガタはね、結構飼育していて、適応してくれる温度の範囲っていうのがね、広くて、飼育しやすいイメージがあるんですが、まあ、この生息地のね、温度分布から見ても納得ですよね、これは。でね、平均最高気温32度。これ高すぎじゃねっていうふうに思う方いると思うんですが、まあね、実際にはね、森林でニジロクワガタ過ごしていますので、結構涼しいんですよね。はい。まあ、なので上がっても28、27度ぐらいということになります。酷暑の時とかは、森林でも30度を超えてしまうってことはあるみたいなんですが、それでもね、ニジロクワガタが生息している森林っていうのはね、最高でも30度ぐらいなのかなっていうふうに思います。なので、まあ、この30度と最低気温の16度の間で見ると、まあ、大体ね、20から23度ぐらいがいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。23度で飼育するっていうのはね、結構一般的にもいいというふうに言われているので、はい。でですね、このニジロクワガタは、まあ、クワガタとかね、カブトムシって大体夜行性のイメージがあるんですが、結構ね、昼間にも動くんですよね。なので、まあ、気温は割と高めでも対応してくれるっていう、そういう種類になります。はい。でですね、このニジロクワガタの羽がなんでこんな金ピカというかピカピカで光ってて反射するのかっていうのはいろいろ説があるみたいで、まあ、一つね、ちょっと面白い説があるんですが、これはね、太陽光とか反射した時に、その反射で熱をね、逃がす。それによって、
あの太陽の上昇をね防いでいるっていう説があるみたいですね。これは意外、まあ意外でしたね、個人的には。なんかこの色が綺麗なので迷彩とかね、あの自然の環境に溶け込んで、あのカモフラージュみたいにしているのかなというふうなイメージ、まあ、そういう説もね実際にあるんですが、この反射させることによって体温上昇を防ぐっていう説もあるみたいです。なので、まあ、綺麗だけじゃなく実用的な面も兼ね備えている可能性があるクワガタということで、あのめちゃめちゃね、あのより魅力的に感じましたね。でね、この個体たちは、この2頭はですね、この個体とこの個体は羽化してまあ3ヶ月ぐらいかななんですが、もうこの個体はもうね1年半ぐらい生きている個体で、結構ね力はなくなってきてしまったんですが、でも元気にね生きてくれています。結構寿命も長くてですね、安心して産卵セット組んだりとか、ブリード活動できたりとか、飼育できると思います。はい。でですね、この飼育で気をつけるべきポイントとして、この見えるかな、爪ですね。この爪結構ね小さいからって言って指に絡ませちゃったりすると思うんですが、かなり強力なんで、結構血が出ちゃったりっていう方もねいると思います。結構ねしがみついたら結構離さないタイプなんで、あの指に乗せるっていうのはね絶対やめた方がいいと思います。手のひらに乗せたり、広い面で、まあ、見るときはこう置いて見てあげるっていうのがねおすすめです。はい。でメスはこういったしっかり顎もあって、で、ね、オスにはないこの羽にね、てん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 っていう小さい点がいっぱいあるっていうのが特徴ですね。色は真っ黒っていうわけじゃなくて、オスとね、同様の輝きと、あとこの虹色具合とね、色を持ちます。これはパープルなんで、パープルですけど、結構ね、メスは黒いっていうクワガタもいると思うんですが、虹色は違いますね。なんかやってるな。なんかやってるな。威嚇してるみたいですね。こういう可愛い一面もあります。はい、こんな感じでね、すごい魅力的なクワガタなので、興味がある方はね、ぜひ飼育してみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。